テグラ T20 と T30 モトローラズームに実装されたテグラ 2NVIDIA テグラは NVIDIA による ARM 系の省電力統合型プロセッサのシリーズ。スマートフォンやタブレット型、コンピュータ、Nintendo Switch、NVIDIA シールド、自動車のインフォテインメントシステムなどに使用されている。テグラ2は1チップ内に独立したプロセッサコアが機能別に搭載されている。 使っていない機能のプロセッサは電源が遮断され消費電力を下げる。初代モデルテグラ APX2500 は2008年に APX2600 は2009年に発表、携帯電話などの搭載に適していた。テグラ600および650チップはスマートフォン向けに設計されアンプックなどの搭載にも適している。テグラを使用した最初の製品は マイクロソフトのズネ HD である。2011年頃に登場したテグラ2が徐々にタブレット等に搭載され始めた。同チップを搭載する端末ではテレビにつないで大画面に出力できるほか対応する PS3、Wii、Xbox などのゲームコントローラーをつなげて家庭用ゲーム機レベルの 3D ゲームが楽しめる。なお、テグラシリーズは クアルコム社のモバイル向けプロセッサスナップドラゴンや TI 社のモバイル向けプロセッサをマップなどと競合する。高速処理機能が求められるスマートフォンやタブレット機器等のモバイル端末向けソ庫クとして打ち出されたが採用シェア率は低く自社開発を行ったタブレットゲーム機エンビディアシールドへの搭載などが行われた。また2010年には 自動運転車採用コンピュータとして、アウディが、テグラ採用を表明し、その後は他にも、フォルクスワーゲニア、電気自動車ベンチャーのテスラモーターズの EV 車、モデル S にも採用された。車載分野では、テグラと共にメモリなどの周辺 IC や電子部品を搭載したモジュール製品、テグラ VCM を展開しており、これらは、テグラのアップグレードを容易にするとしている。 2017年に発売された、任天堂ハイブリッドゲーム機任天堂スイッチへの搭載が発表され、2018年には、テグラのみで15億3000万ドルの収益を記録した。テグラ650のグラフィック性能は、g ォ c e 6シリーズ相当で、クエ a ク3アレーナを46 FPS で実行できる。テグラ250は1 2 4 x 6 0 0の、 解像度を 60fps で実行できる。テグラ3は12コアの GForce GPU を搭載しており、テグラ2と比べ約3倍のグラフィックス性能を持つ。また、最新のビデオエンジンを実装することで、1080p、40Mbps のビデオを再生することが可能。この他、ステレオスコピック 3D にも対応する。 テグラ4は72コアの GForce GPU を搭載しており、テグラ3の約6倍、テグラ2の約20倍のグラフィック性能を持つテグラ K1 は、テグラ4の3.75倍のグラフィック性能を持っており、第7世代の末置きゲーム機の性能を超えている。テグラ X1 はテグラ K1 の1.5から2倍のグラフィック性能を持つ。正式に、 FP16 に対応しており、最大で1トフロップスの演算能力を有する。また、HDMI2.0 と HDCP2.2 に対応したことで、最新の著作権保護付き 60fps の4、k コンテンツの出力をサポートしたほか、内蔵されるハードウェアビデオプロセッサもヘブック対応となった。色深度は、ディープカラー相当の1 0ビットまで対応している。 シャビエルでは GPU アーキテクチャであるボルタに AI 処理を行うためのテンサーコアを搭載しており、テグラ X1 の10倍以上の演算性能を発揮する。オリンはシャビエルの6倍の処理性能を有する。ARM ア,アーキテクチャのデュアルコア CPU で LPDDR にストラムを利用している場合は、デュアルチャンネルを採用しているものが多い中、テグラ2とテグラ3は、 シングルチャンネルを採用している。テグラ2以降のプロセッサを搭載したスマートフォンタブレットを NVIDIA ではテグラスーパーフォン、テグラスーパータブレットと呼ぶ。ありがとうございます。